交通の便が良くなってポジション逆転メンバー限定動画配信中あなたもメンバーになって限定動画を見よう。今日取り上げるのは節南大学と大手文学院大学学学と手院です以前いわゆる大東亜帝国からそうですね接心追悼あたりから下ぐらいの結構学生数が多い大規模な大学が徐々に 定員を充足できなくなってきているというのを、オービリン大学や向川女子大を例に挙げた動画をアップしたんですが、同じようなランク帯の大規模大学が定員を充足できなくなってきているんじゃないかというのをですね、もう一個いろんな学校を探したところ、切断が出てきてしまいまして、ほんのわずかのところはともかく、結構、深刻に不人気で定員割れしてないかなというのが、 切断の場合だと、現代社会、えー、機械校、都市環境校、土木ですね。それから食農ビジネス、農業生産あたりですね。あの、数人の店員割れは計算間違い的な感じなんで、そんなに騒ぐことじゃないとはもちろん思います。一人二人減ったぐらいでもうダメみたいなことを言ったら、まあ私も専門家から見たら、まあ,あの本当に噴も者だろうとは思うんで、ただ、切断大学ご存知の通り、 規模が大きいので、その大きさがいよいよ少子化に耐えられなくなり始めてるのがちょっと怖いなっていう気がするんですね。もちろん良い大学ですから受かった受験生は入ってください。あの、あくまでも経営的な観点から規模が大きすぎるになりつつあるのではないか。他の大学も同様なんですけど。というのをちょっと感じてまして、あの、経営学部とか国際学部も ほんのちょっととはいえ、心配な面がないわけではないんですよ。で、これに対して、大手門学院大学が去年と今年を比べると多くの学部で回復していまして、地域創造学科が一人定員割れしてるだけなんですね。で、どっちの大学ももはや一般共通テストで入る人は確か3割かもっと少ないかぐらいのとこまで来てて、もうほぼ切なや大手門学院っていうのは、 年内学力の公望性がその勝負の大学なんですね、関西においては。今に大東亜帝国もこうなります。今に。ということで、この切断で起きてることって、いずれ大東文化とか東海とかアジアとかで起きてくる時代が、まあ、少子化で来るんじゃないのかなという気がするんですが、こういうことって常に関西で先に起こるので、あの年内学力も関西がずっと先でしたし、 こういった動きって関西が先なんで、切断で起きてることっていうのは、いずれ提供とかで起きるんじゃないかなと思って、私は見てます。もちろん、その、切断がくれぐれも教育、研究、就職の中身が悪いって言ってるわけじゃないですからね。で、大手門がうまくいってるのは、やっぱり立地の問題だろうと思って、大手門学院、非常に立地が悪かったので、 その苦戦してる時代が長かったイメージがあるんですが駅前に引っ越してきたことによって選ばれる大学になってる側面はあるのではないか両方受かって文系だったら大手門学院を選んでる高校生が増えてるのかもしれない、まあ、そういう情報も関西方面に回ると入ってくるんですけどくれぐれもこれは勝ち負けじゃないですよというのは言っときますがその割と大手門学院復活してる気がする。 で、競合学部の偏差値帯はほぼ互角なんですよね。もちろん、一般で行く人は、今や少数派ではありますけど、ブランドイメージって大事なんで、少なくとも大手門学院が序列的に切断の下っていう風潮がなくなってきてて、まあ、交通の便もいいし、互角に選ばれる大学になってきてるのではないかと。まあ、あくまでも競合する文系学部においてはですね。それぞれまだまだ不安は多くって、 切断の場合は、法、国際、経済、経営、社会といった学部が、骨の髄までジェネリック近代で、個性がないんですよ。まあ、あの、各学部でこんないい教育やってるよっていう情報を私が拾い切れてないんだったら申し訳ないんですけど、でも近代を受かったらそっちに行きますよね。で、切断の履行って規模でかいんですけど、ここはジェネリック身内。要は、大行大の次みたいなポジションで、切断は大行大に遠慮して、情報学部学科を作りません。僕はこれは良くないと思います。 あの迫り来る大和大、切断は経営情報をあの経営学科にしちゃって、情報要素が消えてなくなって、理工に情報学科もないわけですね、情報工学科。もったいないな、切断に情報系の学部学科必要だと僕は思うな。で、切断は規模が大きくて、不人気学科が足を引っ張りつつあると。で、大手門学院は正直、新しくできる理工学部がまあ弱すぎる、全然こう強そうに見えない、なんかすごい感がない、切断と大和だったらそっちで良い。 っってていう雰囲気が漂ってるあと地域創造学部ですねもうこれはちょっと改祖してもうちょっと人気のある学部学科の名前に変えてもいいのかなっていう気がします。で、えー、大門学院はもともと文学や心理や社会学に関してはかなりの伝統校なんですよ。すごく良いのにまあカンカン同立とか他の名門大に心理学部社会学部とかどんどんできちゃって共産留国近代でやっぱり食われちゃってますよね。 で、大手門学院はそういうわけで、人文系がしっかりした大学で、これは切断とは違う個性があったんですが、この文、国際、心理、社会が伝統があって個性があるんだけど弱い。そして、法、経済、系は、ジェネリック、近代にすらなってない。ジェネリック、大阪、経済が、まあ、経済系、系法も新しくできたばっかということで、まだまだどの学部も、これだっていう強みっていうのが、まあ、あんまり感じられないな。 まあこれは別に大東亜帝国とかニットコマセンでもそうで、正直東洋や駒沢の経済、経営っていうところに、これだっていう強みみたいなのはあんまり感じないかな、というところですね。そして、雪南大手門学院も迫りくるマト大学ということで、情報、利口、政治、経済は経営を含んでます。社会学部。大和大学は国際系も作るみたいなことも宣言してるので、その、正直、イメージ戦略のマトに、 この高校生の取り合いで競り負けてる面があるのは否定できないかなと。はい。というあたりで、割とこのランクの大規模次第が徐々にきつくなってきてるなっていう感じです。受験生は、あの、今後、 それこそ近畿大とか東洋大あたりがどんどん入りやすくなっていけば、そっちへどんどん吸い取られていきます。で、正直、もっと下から吸い上げるしかないという状況なんですが、生地大学の規模が大きいゆえに、定員を充足できなくなり始めており、今後どうなるんだろうというところです。あくまでもこれはあの大学の中身の話をしているわけじゃないんで、今の受験生は自信持って切ない大友学院に入学してもらって構いません。大いに勉強してください。